商法中署名すべき場合に関する法律。商法中署名すべき場合に関する法律。商法中署名すべき場合に関する法律は、第十四回帝国議会において成立した日本の法律。本法は、県名の通り、商法の規定により署名すべき場合においては、悲名なつ意をもって署名に変えることができるというものである。本法は、二千六年五月一日に、 会社法の施行により廃止された。本法が法律として制定されるまで以下のような主張と進行が行われた。明治中期、政府は、右与曲折を経て、ついに民法、商法等の法典整備を終了。詳しくは、商法の項目を参照すること。させ、これら法典は無事施行されることとなった。しかしこれら法典は、一部旧来の日本の慣習とは、 そぐわない部分が存在した。その代表的な部分として挙げられるのが、署名に関する事項である。旧来の日本では、契約等の書面を作成するには、以下の慣習が存在していた。民法では、意思表示による不要式行為を原則としているため、署名をしなければ、効力を発しないということは認められないが、商法では、署名を必要としている書面は、 署名以外の記名、夏印等の従来の慣習的行為をしても、効力を発しないとしていた。このような背景を前提として、提出者である衆議院議員、木村角之助は、本案の理由として三点を挙げている。第一に、慣習にそぐわない現状についてである。商法だけ、そのような要件を加えることは、上記に列挙した旧来の慣習とそぐわない。 状態であった。また実情としても、上記の要件で、経済活動に不自由を感じている単眼が、議員に対し寄せられていた。2> 第2に、識字率についてである。明治30年頃の日本人は、教育機関が発達していなかったこともあり、識字率も低く、中には文字を書けないものも、程度存在していたため、署名のみ認めてしまうと、文字を書けない。 人たちをないがしろにしてしまうことになってしまう。法案の提出者は、例として、県会議員選挙を示し、投票者の2割が辞書できない状態であったと述べている。第3に、株券の発行についてである。多数の枚数を発行するものになると、それを逐一署名するためには、多大な労力を伴うことになる。しかし、記名なつ印が認められれば、 その労力は大幅に削減できることにもなる。これらの理由を踏まえ、提出者は、利便性や非識字者のためを考え、商法にある署名の規定は、従前の状態を維持しつつ、誰が名前を書いてもそれに印判を押せば、効力を発生する規定を、新たに別個の法律として作成することとした。本案に対し政府は、真っ向から反対する立場を取った。 今回政府委員として政府見解を述べたのは、商法店の整備に大きく携わった人物であり、東京帝国大学法学博士でもある梅健次郎であった。まずこの問題について主張を二つに分けることができるとした。一つは、署名説である。当時施行されている商法に規定されているのは、この説に則っ,ったものであり、経済活動の安全性を重視したものである。 もう一つが、夏印説である。これは、安全性よりも利便性に重きを置いたものである。この件に関しては、以前にも政府内で審議が行われ、数回の討論を行った結果、政府は、署名説を採用するに至ったことを踏まえ、梅健次郎は法案に反対する理由として2点を掲げた。第一に、陰影投与の危険性である。夏印するには、金属、火、 造毛などの個体に文字を彫刻して完成した印板がなくてはならない。印板は人とは別個の物体であるため、印板を利用するには印板を自ら占有するか、必要時に利用できる場所に保管しなければならないが、署名とは異なり、印板が盗まれ、陰影が投用される可能性が生じる。もし印板が投用された場合、本人が夏印したか判明しがたい状態になり、経済活動に、 新たな危険性を発生させる要因となってしまう。実情としても、陰影登用に関しては、明治三十年中元に裁判所で事件として取り上げられたものでも509件存在しており、夏印に重きを置くことは、特策ではないと説明した。第二に、審議の難易である。署名の場合、いくら他人が真似て、書こうとも人それぞれの個性が存在するため、 マネるにはそれ相応の技術が必要であるが、陰影の場合、陰影をマネることは、署名よりも容易である。さらに、審議の鑑別制度に対しても、陰影よりも、署名の方が高い。マネる制度も、格段に高い。以上の点を避けるために、政府は、署名を、おもとし、夏印を重とする従来の商法の規定を指示し、コナンのように記名捺印を持って、 これに変える規定に賛成できかねると説明した。また、貴族院議員であり、商法店の整備に携わった、東京帝国大学法学博士の富井正明は、委員会にて、政府見解が重視する、安全性と本案が重視する、利便性の設置案として、新たに修正する案を提出した。この修正案は、商法第148条及び、第205条の場合は、 顔を持って、署名に変えることができるという内容であった。修正案の理由として彼は、署名よりも、顔の方が多少利便性が向上されるとし、また安全性に関しても、実質には変わらないため、政府見解と矛盾することはないと説明した。しかしこの修正案は、他の委員より批判された。批判の理由として大まかに2点の事項が挙げられる。第一に、顔の普及度である。 顔は、当時においても、顔を有する、もの自体極めて若い状態であり、顔が盛んであった時代においてすら、使用範囲は、武士階級以上のものに限定されていた。委員等は、仮に、この修正折り顔を認めたとしても、このような事実が存在するため、実効性に欠けると批判した。第二に、顔の安全性である。江戸時代の花王はこれをに彫刻し、 使用していたという事実が存在しており、顔自体必ずしも実質のものとは限定されないものである。この場合、陰影との性質的な相違は見当たらず、修正案提出者が言う安全性が確保されない、恐れがあると批判された。これらのことから、委員会での採決を前に本人により、当該修正案は撤回されることとなった。本案は、木村角之助により、 衆議院に提出され、1899年12月8日に第1読会が開かれ、同日設置された、商法中署名出席場合に関する法律案特別委員会に付託された。12月9日の委員会では、政府見解といくつかの質疑が行われ、次回である12月14日の委員会では、法案に対する採決がなされた結果、異議なしと判断され、法案は可決された。 12月19日に本会議で第1読解の続きが開かれ、本案の採決がなされた結果、全会一致で可決し、第2読解、第3読解と異議なく連続して進み、本案は原案通り確定した。衆議院から貴族院へ送付された本案は、1900年1月23日に第1読解が開始され、商法中署名出席場合に関する法律案特別。 委員会に付託された。2月1日の特別委員会では、上記修正案の審議やいくつかの質疑が行われた、結果、賛成、反対がほぼ拮抗する形で採決が行われ、7人中4人の反対により、本案は否決されるに至った。2月5日に本会議で第1読会の続きが開かれ、ここでも賛成派、反対派の両派から主張が飛び交う。 中等論が終了し、第二読解に移行するかの採決が取られた。結果、起立者多数で、本案は第二読解へ移行した。第二読解では、記名なついをもって、これに変える部分の削除を求める修正案が提出されそうになるが、第二読解へ移行する動議で、本案はほぼ確定したととなるため、議事の進行を妨げる行為と他の議員から批判されたため、 本修正案の提出は本人の発言をもって取りやめられた。その後、第2読回の終了、第3読回の開始及び本案の確定と意義なく可決されることとなり本案は原案通り確定した。帝国議会で可決された本法は明治33年2月26日に公布され、法令第1条により3月18日に施行された。本法は 条文の短さの割に適用の場面は非常に多いが、この法律そのものが意識されることはほとんどなかった。平成17年の会社法の成立とともに、商法の規定が整理され、新商法32条にこの法律の規定により署名すべき場合には、記名要印をもって署名に変えることができる。との規定が設けられることになったため、会社法の施行とともに、 本法は廃止されることとなった、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に、関する法律第1条、64条。また同様の規定として、手形法82条などが存在している。商法では、取締役会、議事録が署名を持って、作られたる時派出席したる取締役及び、監査役のに署名、することを要す。商法。 第260条の4第参考と定めている。これと、本法を合わせて、取締役会議事録については、署名、すなわち、辞書に変え、記名なつ印、代筆やゴム印など多いんでも良いということがわかる。これに対し、会社法では、取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、 議事録が署名を持って作成されているときは、出席した取締役及び、監査役は、これに署名し、または記名を応援しなければならない、会社法第369条第3項、という規定が設けられた。会社法においては、これと同様に、第250条、第2項、第3項、第270条、第2項、第289条など、規定ごとに、 署名でも記名なツインでも良いという規定が個別に定められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。